カツ天ぷらひろかつは、串カツもメインにやってるんですけども、串天ぷらも美味しくいただきますので、今日は天ぷらの美味しい揚げ方をご紹介したいと思います。こうやって固まってしまうと、揚げた時にこの粉のところがダマになってしまうので、こうやって叩きながら粉を落としていくと綺麗にまんべんなく落としていきます。天ぷらの元の方にくぐらせて少しだけ切るようにするんですけど、気持ちこの液体を残して油の中に入れて、そしたら油の中で小刻みに振ることによって衣が薄く広がって、表面がカリッとなります。あとはもう椎茸なんかはこう様にひっくり返しながら揚げていきます。